思ったんだけどさ、みゆちゃんってすごく運が良くない？え？私？確かにそうなの。カフェテリアのカヌレはいつも人気で売り切れなのに、みゆちゃんが買いに行くと必ず一つだけ残ってたり。みゆちゃんが聖歌隊のイベントで歌う日の朝、そこまで来てた台風が急にそれたり。きっとみゆちゃんがいつも真面目にお祈りしてるから天使さんが守ってくれてるの。そんなことないと思うよ。主様の愛は平等だってシスターもおっしゃっていたし。そうかな。でもやっぱりみゆちゃんって何かと得してる気がするんだよね。待ってください。今のお言葉に異を唱えさせていただきますわ。はるなちゃん、確かにみゆさんは成績優秀で先生方や語学友の信頼も厚く非凡な歌唱力をお持ちですが、それはみゆさんが常日頃から他人に優しく接し日頃の努力を怠ることがなかったからです。みゆさんの無視の行いが回り回ってご本人に幸いをもたらしているのですわ。あー、そういう風にも考えられるかも。冷静に分析するはるなちゃん、さすがなの。はるなちゃん、褒めてくれるのは嬉しいけど、そんなに大行に持ち上げられたら恥ずかしいかな。それに私は実際に幸運に恵まれてる気がするもの。日々健康に過ごせているし、人の縁にも恵まれているし。いいえ、たとえみゆさんご本人が相手でもここは譲れません。みゆさんが日々健やかにお過ごしだとすれば、それはみゆさんご自身のお人柄の賜物。それを棚からぼたもちのごとく言うのはみゆさんへの侮辱、いいえ冒涜です。冒涜？むー、みゆちゃんがすごいのは認めるけど、それで委員長が威張ってるのはなんだかな。そうだ、そこまで言うならちょっと実験してみない？実験？ルールは簡単。みゆちゃん対はるなちゃんでババ抜き勝負を100回やってもらいます。みゆちゃんの運が普通よりいいんだとしたら勝率がすごく高くなるはずだよね。実験って何をするのかと思ったけど、トランプで遊ぶだけなら安心だね。前提がいささか怪しい気がしますが、まあいいでしょう。私の身をもって強運説を否定し、必ずやみゆさんの名誉を守ってみせます。そういうはるなちゃんも前提がおかしくなってる気がするけど。それじゃあ実験開始なの。右かな。いけません、そっちはダメです。それとも左かな。そう、そちらはジョーカーを引いてください。みゆさん、やっぱり右。みゆちゃんの勝ち。これで99対0なの。院長弱すぎっていうか顔に出すぎ。これじゃ実験にならないよ。でもでもやっぱりみゆちゃんってすごくラッキーなの。いくらはるなちゃんが弱々でも普通なら1回くらいは勝てると思うの。ごめんねはるなちゃん、なんだか私ばっかり。いえ、みゆさんは悪くありません。そう、みゆさんの汚名をすすぐことができないのはひとえに私が至らないせいなのです。そんなに気にしてくれなくてもいいんだけど。ですが私は諦めません。せめて100連勝だけは阻止してみせます。無駄だと思うけどな。ま、頑張ってね。こちらです。
では、はるなちゃんの勝ちなの。これで99対1なの。やった、やりました。どうですか、これで証明できましたよね。みゆうさんの日頃の成功は運なのではなく実力だと。まあ、あのはるなちゃんに負けちゃうくらいだし、みゆうちゃんにもアンラッキーはあるのかな。それはそうだよ。でもよかった、私自分の運がどうこうよりはるなちゃんの笑顔が見られたことの方が嬉しいよ。まあ、みゆうさん、そういうところがあなたの素晴らしいところです。あれ、じゃあこれって結局みゆちゃんの望み通りじゃないの。みゆちゃんってやっぱり。次は4人でトランプをしない？きっとみんなで遊んだ方が楽しいよ。